これかっこええでしょ、こうやっていっぱいあったらね、ちょっとね、はい、どうも、いつもね、動画見ていただいて本当にありがとうございます。おっちゃんのね、ゆるい、ガレージライフの時間です。それでね、今日もね、おっちゃんガレージでね、楽しんでます。それで今日はね、まあ、バイクもちょっとあの掃除したりするんですけどね、今日のね、ミッション、メインはこちら。どうですか、このラジコン。めっちゃ容器あるでしょ。これね、このね、ラジコン、これ4サイクルエンジン。珍しいでしょ、これ4サイクルエンジンとかね、このエンジンのこの横置きとかね、もう今では超レアなラジコン、とか、まあ旬でいったらこういうあのちょっと壊れてるんですけどね、このドリフトパッケージで、あのドリフトを一世風靡したラジコンとかね、まあこれいっぱいあるんですけどね、これ何するんねんっていうような感じなんですけど、今日はね、おっちゃんね、このラジコンをね、全部整備するんですよ。これ整備してね、綺麗にしてね、それで店の方にね、展示しようかなと思って、とりあえずね、もうこの汚いのがね、私も全然ダメなんでね、今日はね、これをね、もうできれば1時間ぐらいでね、綺麗にやっていきたいんですよ。それで悪い部品はまあ店に帰って、取り替えとかね、掃除することによって、まあバイクも車もそうなんですけどね、掃除することによってこの悪いところを見つけれるという、それで綺麗くなったらなんか自分も気持ちがいいんでね、今日はこれを掃除していこうと思ってます。どうぞ、なんかわけのわからんね、ゆるい動画ですけど、最後までお付き合いよろしくお願いします。ラジコンの紹介もします。おーす、これかっこええでしょ、こうやっていっぱいあったらね、ちょっとね、とりあえずね、エンジンカーからいきます。はい、それでね、全部一応ね、大まかなゴミは取りました。でこれからね、1台ずつ仕上げていくんですけどね、これまあ、全部見てもらえたらね退屈なんでね、まあ私の仕上げ方っていうんでね、どうしましょうか。これとりあえず1台っていうか、まあね、ちょっとラジコン見てもらいましょうか。ラジコン、これね、先にも言ったけどね、これね、4サイクルエンジン、あの車でね、4サイクルエンジンが乗ってるって言った、これか、あと斎藤っていうところのエンジンしかなかったんですよ。これね、音がね、モンキーみたいな感じ、モンキーみたいな感じでね、めっちゃね、ボボボボボーっていうような感じ。それでね、このね、2スピードミッション、懐かしい人は懐かしいと思うんですけど、これはね、自動遠心クラッチって言って、この中にね、あのこうグーって回ったクラッチがブワーって広がるんです。広がることによって、こっち側のね、方に触って、ブーンブーンって伸びるっていうね、2スピードミッションがついて4サイクルで、当時これ高かったと思うんですよ。本当に高かったと思うんですけどね、すごいね、価値の昔は、今はね、もう需要と供給から言ったらエンジンカーはあんまり価値がないとは思うんですけど、私はね、めちゃくちゃ好きです。まあそんな感じで、あとこのね、洗った時に見るのはね、このネジ、後に見るのはこのネジ類です。それで、ネジ類のね、緩みとか、そういうのをね、裏も表も全部いきます。それであとね、こちらがね、当時画期的だったんですよ。
エンジンかける時ってこうリコイルって言ってこう引っ張ってかけるか、スターターボックスって言ってボックスの上に乗せてこのフライホイールをね、強制的に回すエンジンかけるっていうんだったんですけど、これはねロトスターターって言ってね、後ろにねこう棒を突っ込むんです。ほんでブルってこうこっちがスターター回したらブルーってエンジンがかかるというね、 HPI このエンジンはね、めっちゃよく走るんですよ。ノーマルでもねめちゃくちゃ走ったっていう記憶があります。まあそんな感じで、あとはねそれでね、まあ磨きの方に行くんですけど、次にねこういうねプラスチック類のね、長くもうあの放置されたやつはね、この例えばアーマーオイルとかつけてね、こういうのをまあまあこれつけて拭くことによって綺麗にもなるし、あとこのねもうパリパリに油分の抜けたね、プラスチック類が若干ね、馴染むような感じでね、まあ、割れにくくなったりするのでね、どうですかこれ綺麗になるでしょう。だからここのこの汚い、映るかな、汚い部分もねアーマーオイルをちょっとつけて磨くことでね、まあ、皿の時のね、感覚が取り戻れるかなと。あとねこういうねこういう中のところはね綿棒いきます。綿棒ちょっと持ってきます。はい、綿棒にねちょっとアーマーオイルをつけてやって、それでこういったあの手の届かないところ、こういったところもね、きれいに掃除していってやります。これすることによってね、例えばここのプラスチックの割れとかね、もう車もバイクも同じですよね。基本は私はもう掃除と思ってます。掃除してたらね、悪いところが見つかるっていうか、まあそんな感じでね、今からねこれ全部磨くんですけどどんだけ時間がかかるやらっていうような感じなんですけどね、これはね YouTube あるある、一瞬にしてねパッと綺麗になります。ではタイムスリップ。はい、ジャンプしてきましたというわけでね、一応全部のね、ラジコンを真っ赤な汚れ、を取り除いて、それで悪いところチェックしました。あとはねパーツはねちょっとこのガレージにないんでね、店の方に行って悪いところを取っ返したりね、やっていきたいと思います。まあ、こんな感じでね、もしね、気になる方がおられたらね、これ店の方に全部展示しますんでね、もしよかったら概要欄に貼っておきますので、見てやってください。まあ、そんな感じでね、今日はね、まあ、ガレージライフ、バイクでもなし車でもなしけど、やっぱりね動くものがこのおっちゃん大好きなんですよ。それでね、今日はねラジコンをね綺麗にするという動画撮ったんですけどね、いかがでしょうか。それでやっぱりねこれもかなり古いんですよ。もう10年以上前のね、ラジコンからまあ最新のまであるんですけどね、やっぱ古いやつはねプラスチックがどうしてもね傷んでくるのでね、やっぱりオイルをつけてね、やってやることによって壊れにくい割れにくいっていうんでね、今日はさせていただきました。まあこの動画もしよかったらグッドボタンお願いします。それでねまたチャンネル登録していただいてね、次の動画でお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。では今からね、展示しに店に帰ります。今日はどうもありがとうございました。さようなら。おーす。動画最後までご視聴いただきありがとうございます。いいね、高評価、チャンネル登録もよろしくです。ではまた明日お会いしましょう。さようなら。おーす。